バドカップなのでいっぱい食べたいんですけども、基本何を食べてもいいと僕は思ってるんですよね。ただ食べる順番ですね、これが結構大事です。北島達也です。今回はですね、バドカップの時に食べてはいけないものというのをテーマにしましょう。これなんでバドカップの時に食べてはいけないものを取り上げたかと言いますと、バドカップっていうのは筋肉を大きくする時のことを言うんですよね。でそれに対してダイエット時期っていうのがあってですね、このバドカップの時とダイエットの時のですね、コントラストがしっかり分かれてないとですね、体が大きくなったりしぼれたりしないので、ここで間違っている人が結構多い、ですから今回はこれをテーマにしていきたいと思います。まずバルクアップの時にですね、食べてはいけないもの、食べてはいけないっていうわけじゃないんですけども、あまりにも低脂肪食をこだわって食べてしまうとバルクアップ時は良くないんですよね。まあコンテストに出る人はですね、結構低脂肪ダイエットで極限まで脂肪を落とす食事をしている人が多いんですけども、脂肪の中にも実はですね、必須脂肪酸っていって、脂肪は実は取らなきゃいけない、自分の体の中で作れないし栄養素の一つなんですよね。ですから1年を通して低脂肪食を続けてしまうと、足りない栄養素が出てきてしまう。でこれが結構筋肉にとっては深刻なダメージを与えてしまうような栄養素の不足になってしまうわけですね。まず油って結構良くないって思ってる人が多いと思うんですけど、特に悪玉コレステロールがたまるとか、悪玉善玉って言われてるんで、悪玉なんか絶対ダメなんじゃないかってことで、オメガ6って言われるですね、悪玉コレステロールを含む脂肪なんか食べちゃいけないと思ってる人多いと思うんですけども、実はこれがないとですね、ホルモンができないんですよね。ホルモンが作れないってことは筋肉もつかないし、成長もしないし、老けてしまうし、筋肉も大きくならないし、女性らしくも男性らしくもなれない。ですからこれは必ず摂取しなければいけない食事で、普通の食事の人でしたらオメガ6って言われるですね、動物性の油っていうのは取りすぎっていう人が多いんですけども、真面目なボディービルダーっていうのはですね、低脂肪食をやりすぎて不足してしまう。でしかも筋肉が大きくなっているので普通の人よりも必要なんですけども、全然足りなくすぎてですね、結果体を壊してしまう人まで多かったりするんです。ですからその低脂肪食にしすぎないバルクアップです。あともう一つはですね、今度はバルクアップなのでいっぱい食べたいんですけども、基本何を食べてもいいと僕は思ってるんですよね。ただ食べる順番ですね、これが結構大事です。なぜかというと、タンパク質っていうものがやっぱり一番大事なんですよね。タンパク質っていうのは体を作るもう素材ですから、これがないと絶対に筋肉が大きくなりません。でもこれもしかも回数を多く取ってあげないとすぐに体から出てしまうので、まあ本当に最低でも5時間に1回で、もうできれば 2,3 時間に1回取りたいぐらいなんですよね。でそうするとお腹が空いた時に炭水化物とか油しか含まれてないようなものを食べてしまうと、もうタンパク質食べなくなっちゃうんですよね。ですからまずお腹が空いたらタンパク質を優先して食べる、これがすごい大事になります。でタンパク質を食べた後であれば何を食べてもいいっていうのがオフシーズンの捉え方と考えてもいいので、まずはですね、タンパク質をしっかり取ってあげるっていうことが大事ですね。であともう一つですね、この塩分を永遠に控えてる人も多かったりするんですけど、この塩分控えることが体にいいっていう、すごいなんか意味もなく単純に考えてる人が多いんですけど、筋肉を膨らます上で塩分ってすごい必要なので、絶対にオフシーズンしっかり塩分を取ってあげた方がいいです。ただまあ取りすぎると動脈硬化とかの汚染もあるので、バカみたいに取れとは言いませんけども、塩分をいつもカットしてるというのは筋肉も膨らまないし、夏なんかそれをやってウエイトトレーニングとか有酸素運動やったら脱水症状を起こして倒れてしまうので、特に今なんかマスクをしているとですね、水分が奪われているのはよく分からなくて脱水を起こしやすいので、それでなおさら1年中塩分を控えて活動するのはすごい危険ですので、これはやめてほしいですね。で塩分を控える時っていうのは本当にコンテストの前のですね、1週間から3日、人によって1日だけ控えればカットが出るっていう人も多いので、塩分は1年中控えるものではないということを覚えておいてほしいです。以上の点をですね、おさらいしてみますと、まずタンパク質を含む食事を先に取ってあげて、お腹がいっぱいにならないうちにタンパク質を食べてあげるというのがすごい大事ですし、あとは塩分をむやみに控えないということですね。あとは低脂肪食を1年中やらない。でこれはなんかボディービルとかやってない人でしたらありえないと思うんですけど、意外とフィジークとかボディービルをやってる人ってこれが
多いんですよね。日本人は結構生真面目な人が多いので、ですからこれ一年中低脂肪食を続けている人が多いので、バロックアップの時は低脂肪食にこだわらない。でまた低脂肪食を一年中続けていると代謝も下がってしまって、いざバキバキに仕上げようと思う時にですね、仕上がらなくなってしまったりとかですね、あと低脂肪で美味しいものを食べようかなって思っているうちに、だんだんこのプリン体とか含まれるものが多かった食べてしまったりとかって結構痛風になる方が多いんですよ。僕の知り合いでも本当に結構長年ボディービルをやっててずっと低脂肪食をやってた人って痛風になってる人がすごい多くてですね、これはまあ二次的作用なんですけども、その低脂肪食にこだわってて、一年中やっててちょっと美味しく食べようと思って工夫した結果痛風になりやすい食事を選んでしまったりすることも多いので、まずオフとオンのコントラストをしっかりつけてあげるってことがすごい大事ですので、オフシーズンのバルクアップ時期にはですね、油を含んだものを食べてあげることと、塩分は控えないということと、あとはですね、タンパク質から取ってあげる、これを守ってあげれば必ず筋肉が大きくなりますので、ぜひこれをトライしてみてください。じゃあまた。